韓国の輸測本金融監督委員長は17日、新型コロナウイルス事態による経済的な影響に関して、金融部門が支えとなるよう最悪の状況に備えるための先制的法案を設ける必要があると述べた。金融監督委員は、危険要因の常時点検及び即時対応のために、市場の不安が沈静化するまで、 つ日点検体制を運営することにした。委員長はこの日、金融監督員の役員及び関連部署長が出席した役員会議で、世界経済全体が急速に悪化し、実体経済に及ぼす影響が当初の予想より長期化する可能性が高いと述べた。委員長は、各部署が現状の厳しさを認識し、 危機管理の強化、市場変動性の緩和、信用収縮防止の観点から、過感かつ相違的な対策を考えてほしいと述べた。また、新型コロナ被害症症候人など対する金融支援が、銀行と保険券を中心に拡大しているが、まだ現場体感度は低い状況だとし、 今後も金融支援策を充実かつ迅速に推進してほしいと述べた。